今週はお笑いハンター西川のりおさんです。パッパッあらたたらたた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 あ、あつったかたつったかたつったかた、こんな15分も20分できんやろ。はい、のりおちゃんです。来ました、ありがとうございます。師匠、ねえ、お笑いハンターですからね、言うときますけど、マネーハンターじゃないんで、お金の話やめてくださいね。お金の話はしてもいいですけれども、具体的な金額とか名前とか言わないでくださいね。増田。はい。でもね、僕以外の芸人が金のこと言ってるのも多いんや、意外と。楽屋話であって、師匠にラジオで喋ってもらうためにみんな師匠にね、話してるんちゃいますやん。ねえ、まあ、だから、どっちか隠してください。誰かが家買いました、芸人の名前出されたら金額言わない。金額言えたら芸人の名前言わない。どっちかでお願いします。グレードアップしたんや、家。ちょうど、僕家買いました、伊丹と太田というから、またあれからさらに大きい家になったから。お前ほんま、はい、これ正直な話ね、今日のニュースお前の掃除が足りよ、いやほんで始まる前ね、はい、そこのちょうど打ち合わせしてる時にね、はいはい、今日は上野園さんあんま演じかけへんだわ、はい、ちょっと穏やかな会話ちょっとな、腰はしてるんですよ。あ、そう、はい、じゃあ今日どんな会話したか言ったら、ちょうど5月病院でサラリーマンの方、新入社員はみんな入ってきますよね、はい、意外とね1日で辞めたりね、半日で辞めたりする人おんのよ、うん、で大体辞めると言ったらね、もうなんとなくもうね、目がキョロキョロしたりね、うん、やっぱこう放送局でも言ってることは言ってるらしいよ。ね、自分で勝手にね、うん、いきなり入った瞬間からよ、ディレクターできる思ってる、まあ、素人みたいな考えなもんもおんねんよ。まあまあね。はい、ほんで入ったらやっぱ意外と地味や。うん。で、これは芸能関係の仕事も一緒なんよ。雑用から始まってね。そうそう。ほんならなんでこんなせえなあかんねんと。うん。ほんでなって、なんかもうなんかいやいや働いてんのはやっぱ案の定、うん、もうなんか、休みましたやったら大体辞めるらしい。ほんで今、辞めていくもんね。はい。まだ辞める言うて、お世話になりましたって挨拶来るなんてええねんけどね。うん、最後総務に、自分の辞める言う届け出さなかんわね。はい。退職届。うん。代行屋がいてるらしいよ。うちの僕の前任の前任のマネージャーそれしよったんや。行くの面倒くさい、行くの気まずいから。はあ、うちの会社恥ずかしい話やで、ほんで会社のもんがハンコもらわなあかんらしいのよ。はい。ハンコくださいでって、お母さんは会社行きましたけど言ったら、えっ言って、へえねえ、これは実態ね。うん。でもそう考えたらね、もう学生さんとかで、まあ YouTube とかやってますやんか。うん、で、YouTube とかでガンガンやってる人がね、そこそこお金稼いでたとして、じゃあテレビ局来て、一から雑用から始めるかってなったら、うん、いや、俺学生時代こんだけやってたのに、こっから始めんの言うたら、なかなか放送業界にも来なくなりますよね、そういう人たちは、ね。でもそれやったら誰も働くもおらんようになるやろ。で、そんな話してるうちにね、浦川アナウンサーが撮ってんよ。僕の浦川アナウンサー大好きなんよ。はい。キャストやってて、弱々しさが好きなんよ。ああ、弱々しそうに。ヒロヒロして。実は良くないんですよ。うん。で、体具合悪いしはって、ちょっとね。うん、で、まあ、途中で交代して、今朝やってはんねんよ。うん、ほんで、浦川さんが、僕みたいなもん名前覚えてるんですかって、いや、僕ファンで見てましたよ。嬉しいですね。って、向こうも気遣って、よいしょで、ひょうきん族見てましたみたいなんでね。うん、よいしょの試合してましたけどね。また探り探りの状態ですね。似た香りがどこかしますね。他のもなんか、フラッとした感じ好きね。ひょうひょうとした感じ、ね。大人気ですよ。アナウンサーっぽくないから。あ、そうですかね。まあ、そうですね。ハイブリッドスタイルですね。あの人とね、かっていうのは桑原翔平さん、アナウンサーっぽくないのよ。あ、翔平さんはもう芸人ですよ。翔平さんね、おたらね、別に俺は笑ってへんの、しょうもないシャレばっかりね、別に笑えへんの、どんどん面白いこと言ってるの。それと、今、某局のラジオやってるコンちゃんと近藤さん。はい、これでもアナウンサーっぽないのよ。そうですね。なんかもう人乗りせんのにすぐ喋ったら人乗りすんねんよ。はい、で、僕一緒にラジオレギュラーやったら、はい、コーナーが長引いてこれと一緒なんよ。一、はい、つもコーナー消化できへんかった、言うて。はい、何人と雑談してきて、僕、阪急電車乗り遅れやったことあんねん。コーナー行きますよ。はい、わ、はい、かりました。はい、では、最近巷を賑わせた芸能やお笑いに関するニュースをひとまとめにしてお届けしましょう。最近のお笑いニュース。ABC テレビ探偵ナイトスクープの探偵を務めていた田村健二さん、ハライチ澤部佑さん、銀シャリ橋本奈緒さんが3月で番組を卒業しました。大阪の若手劇場吉本漫才劇場所属芸人からマルセイユ、ロングコートダディ、シカゴ実業、日本の社長、マユリカ、紅生姜ら6組が東京進出をするため各コンビの卒業公演が行われました。謹慎から芸能活動を再開したアンジャッシュ渡部健さんの現在を親交ある有吉弘行さんがラジオで、テレビ出てないけど普通に今結婚式の営業とか会社の営業とかでめっちゃ稼いでるからと告白し話題になっています。明石家さんまさんがラジオで、ホリケンや爆笑の太田、のりお兄さんたち、大ボケの芸人って節約家が多いって分かってんと自身の考察を語りました。
以上最近のお笑いニュースでした。増田、はい、さんまちゃんがお金のこと言ってるやん。いやだからこのニュースを最後に付け加えたらこっから始まるでしょいやいや俺それ言いたいの。ほんで散髪したやろ。散髪しましたよ。はい。いいじゃないですか。散髪。その理髪店。あ、そうか、はい、病院。散髪屋さんです。僕は散髪屋さんの方です。それ以外に理髪店が一番に、はい。あの、髪の毛変わりました。短くなりましたね。はい、私も髪の毛切りました。ちゃんと見てます。ありがとうございます。はい。のりお師匠ももう馴染みの方がいらっしゃる。僕はちょっと、そんな高くないとこ行ってますので。散髪屋さんの名前は、まあ、それは言いません。私は宣伝なので。ご近所の。ご近所の、ほんと。月1ぐらい。駐車場が立たないですよ。ほら、細かい。ここですね。師匠はね、駐車場代に細かい。違うのよ。前行ってたとこね、南森町だったやん。うん、ほな、あの辺やったらね、1時間600円くらいするのよ。しますよ。ほな、髪の毛、1時間1本でも次の600円なんのよ。はい、ほな、1200円なんのよ。ほんだね、高い散髪屋もそれ、そこ行かんようになって、ほんだ、うん、師匠この頃来てくれませんね、たらね、この喉までね、駐車場代がもったいないんじゃってね。ね、ま、マジで。ほんでね、たら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 出さずに、僕喋りやけどね、はい、駐車場気になるときは俺あんま喋れへんから。俺細かいな。俺今日はあの朝日はタダやから、はい、何もでも喋るよ。いやそれがあかんマジで。あのお金取ろう。ABC のラジオちょっとお金取ろう駐車場。いやほんまやな。20分来ないから、はい、20分しか。20分。うちの会社あのナンバーグランド建設あるやん、はい。あの駐車場みんな勘違いしてんのかね。うん、もうそれ前聞きましたそれも。あれタダちゃうで。それ聞きましたから前、はい。あいつら細かいね。1時間1分で次のとこ取るよ。さんまさんはさんまさんはのりおさんが細かい節約家が多い。爆笑のオタマや。あこれね、なんだかで僕分かんねえ。僕、太田もね、脱談すんねん、ほんだらね、うん、僕らの芸やったらね、どっちかやったらね、うん、まあ、あの、ハラハラするわと、はい、いつ番組降ろされるかね、仕事なくなるか分からへんだよね、うん、それは僕もなんとなく自覚してんねん、うん。で、やりたいんだけど、なんか僕、やってしまうタイプなんよ。はい、ほんだら、やっぱり自分でやっぱり、野球として守らなあかんやん、はい。守りがあるから、そのぐちゃぐちゃにできんねん、ほんだらね、はい、もう僕、このちょっと名前出た時にうちの親に、おかんに言われたんよ。ほうお前な、芸人みたいなな、仕事なくなったらのたれ死ぬだけやと、うん。で、落ち目だったらな、うん、もう、わからなくてみんな、バルトロだけやと、喜んでるだけやと。うん、たとえな、1万円の予算ため言うてから、うん、僕はため出したんや。いや、そうですよね。だから、特に商売に、家商売されてましたよね。商売、僕、家、おかんが運送屋で、うん、親父が自転車やって。ねえ、あの、お父さんの自転車ね、うん、ようテレビ出てありましたけど、そうそうそうやっぱり商売人の息子って、結局そうなりますよね。松田もこれ気持ちわかるやろ。もううちも商売してましたから、そのやっぱ無駄なお金は使わないっていうのはね。で、有効なお金使うんですよ。どっか行こうかって、みんなパッと出したりするけどね。はい、なんかあの、なんていうの、計画的のないお金は使い方したくないわけ。うん、だから、うん、あの、例えばね、松田さんだったらこんだけお金持ってはるわいても、だいたい当たり前思うね。ほんならね、意外と名前あんのにね、はい、え、全然持ってへんの言うのね、うん、名前これ出さないけどいっぱいおったんよ、うん。映画俳優の人でも、はい、ほんなら芸人さんでもあの僕の視聴筋に当たる方の相方さんかって、うん、あの貯金どころか、うん、もう借金だらけで、わかるわね。うんうんうん、あの、Y 師匠ね。はい、言わんでよろしい。はい、Y 師匠。はい、Y 師匠。はい、ね。うんワイヤマ、ワイヤマ。言わんでよろしいわ、ワイヤマ、ワイシ。え、まあね。そうやねん。いや、だから。意外とね、芸人さんってね、どっちがなよ。はい。ああ。ね。確かになんか、酔い越しのお金は持たないみたいなイメージがありましたけど。うん、いや、違う。そうなんね。誰もね、同情してくれんね。ほんだらね、すごいあの、松竹新喜劇で一番トップスター言われたらね、今娘さん頑張ってることね、うん、あの方それこそ、ゾール揃えてくれたらね、チップで1万円っていう話あってね、うん、あれ後から聞いたらね、誰か誇張したらしいのよ。はい。千冊と間違ったらしいのよ。だって返してくれって、9000円釣りくれって言えへんようになったって。ちょっと一面、両替、今度からね、両替しとこなあかんなと。でもあの先生もね、はい、やっぱそうやってお金つくだからね、うん、意外と持ってはれへんかったよ。あまあ昔のその芸人さんやとおかしいけど、うん、やっぱりそういうのってね、うん、やっぱりこう見てしまうもんね。そしたらガッチリしてる人とね、ガッチリしてる方がええねんで、はい。でもだから、もう師匠なんかでも別にね、はい、そのお金はもう多分今やめても困らないぐらいはもう絶対蓄えてはるわけやから、うん。でも、その駐車場のね、お金もね、まあ、その1時間600円で、もう1分でも超えたら1200円になるから、って言うてありますけど、そういうお金は嫌やけれども、例えば師匠にね、はい、まさくんご飯行こうか、言うて、そこで多分ね、使ってくれるお金に関しては多分全然気にしはれると思うんですよね。それは気にしない。ね、はい、うん。使うところと閉めるところ。はい。そこちゃんとしてます。服とか買うのもお金使う方なんよ。うん。あの、まあ、結構いいの買って大事にしたいなっていう方やから。はい、ね、今日もセーラーズですもんね。誰まだセーラーズ着てますもんね。いいお洋服ですよ、これ。ずっとセーラーズ着てましたよ。セーラーズ。のりおさんと藤波辰巳はセーラーズでしたよ。まあ、あの日、俺、おにゃんこクラブちゃうねんからな。そうや、おにゃんこクラブと のりおさんと藤波辰巳さんはセーラーズ。小錦。そんな大きなサイズあったんすか。中にはマイケル・ジャクソンも、あの、この社長無理やり着せて、マイケル・ジャクソンにとってん。
あのラジオネーム乙女な油すましさん、はい、明石市にお住まいの女性から、のりおさんと上方よしおさんの BS 吉本の番組をいつも楽しみに見ております、うん、いつもお二方ともおしゃれだなと思っています、うん、特にのりお師匠おしゃれのこだわりポイントなどはあるんでしょうか、うん、あ、大体僕は同原色でまとめますね、はい、で中に一色だけ入れて、ね、うん、何色も使わないんですよ、ほう、だから今日あったら靴も全部黒、はい、黒と白ですね、ワンポイントだけ、だから、はい、下手したらワントーンで行く時もありますね、はあ、靴下をお履きにならずに、はい、まあ、ずっとノーソックス、あ、ノーソックス、まあ、冬場寒い時はこれ言うてられるので履きますけどね、はい、一応は僕はあのレオンの愛読者なんで、ちょっと長いことレオン読んでますので、あの服ってね、あの感性で着るもんやから、ほんでこれは僕、まあ、おこがましいけどね、お笑いのセンスとね、あの服のセンスはね持って生まれたもんだよ、努力できないのよ。なんでかって同じように服買いに行ってもね、うん、チョイスの仕方がやっぱりパンパンと頭で分かんねえね、うん、ほんである方が買った服だったらね、欲しくないと思う服もあるのよ、高かっても、うん、安くてもね、あ、この人のあと服欲しいなっていうような服を買うのが僕はセンスということなのよ。ということは際立ったらあかんねん、服は。ほんで金持ってても際立ったらあかんねんよ。おお、なるほど。なんか世の中であの人金持ちやでって言って今結構テレビ出てる人おるわね、はい、僕に言わしたらセンスないのよ、もういかにも過ぎ て、 ってそう、なんかチラッと、ほんで家でもね、うん、流行はね、まあ、松田君の家はどんな家か知らんけどね、見るからに昔やった石垣住んだ家でね、あ、はいはい、ここの家金持ちの家やないったらね、うん、あんなあんま今用心的にセキュリティ的にはいいことないのよ、うん、なんかね、よく見たらこじんまるとちょっとこしゃれた、うん、ちょっとやや広いんだけどね、うん、なんとなくね、うん、色もね派手なことないけどね、うん、ちょっとしゃれてないと、はい、で家の中入ったらこんな家住みたいやみたいなのあるわね、中にお金をかけるんですね、そうそう、だから分かれてたらね、あの高級マンションの最上階みたいなやつあるわね、オークションの、はいはい、ああいう風な室内にしてるのよ、もちろん今のおしゃれな人は一戸建ての家やけど中がね、うん、例えば20畳のワンフロアとか30畳のワンフロアとかにしてる、うん、はい、そのグレー色 の、 あの床パッと張ったり、うわ、なん好きね、これの、へえ、おしゃれ師匠でございますよ、そこにもセンスがねえ、はい、だからもう別に節約家なのは認めるけれども、せこいわけじゃな い、 ない、使うところには使ってるってことですね、しかし増田君、増田君、はい、藤浪あかんな、藤浪辰巳、あ、阪神、どっち、新太郎、阪神タイヤメジャーに行ったね、セーラーズファンやろ、いや阪神ファンですからね、どうやか、まあ、帰ってくるか。お笑いハンターなんですから、お笑いの話をしてすみません、師匠。じゃあ、どっかで言わなかんなこと。ほんまに師匠出てきてね、お金の話と、藤波の話と、ダイアン津田の話と、うちの相方の話しかまだしてないから。それ以外の話が聞きたいのに。まさか藤波つながりで歌だけやねんけど。藤波達郎、ね。ありがとうございます。次のニュース、師匠、はい、これは喋らせるありますか、はい、うん。はい。何か気になるニュースいかがでしょうか、今回のテーマの中で。はい。そしたらね、うん、あの、渡部くん。アンジャッシュの渡部君ね、これもお金の話になるか分かりませんけど、今頑張ってますよ、はい、はい、そのさっき言ったね、うん、まあ、テレビのそういう露出とか地上波の仕事は出てないけどね、うん、そういう仕事はしてると、僕これは非常にいいことやと思うんです、はい、ただ有吉の僕見解が間違ってるのね、うん、そんな高いギャラだったらね、うん、結婚式の司会は使えません、これは私同業者と言いますからね、うん、これは松田君もなんとなく分かるけどね、ああいうのってね、ほどほど使いやすい金額を出したいわけよ、提示で、うん、で、まあ、一般の方でも非常に虫のいい考え方しててね、うん、名前がそこそこあって、うん、そんなギャラのこと言わないで、うん、ちょっと喋りが出したかいって、おるかいって僕言ったってことあるんですよ。せやけど、うん、現にその今ニュースにひょっとしたらね、うん、渡部は答えれてるかもわからへん。ほんで、話題性があるから、うん、ほんな、変なやけど、一個の仕事でガバッともらわないけどね、数があるかもわからへんね。今だからスケジュールはね、千葉テレビやってるぐらいなんで、うん、それ以外の時間を自分の時間に使えてるわけですから、で数はいけますよね、それと今、結婚式の司会したらね、渡部、丁寧にやってると思うのよ。なんでか言ったらね、うん、ちょっと売れてる時って人間って煩雑なのよね、うん。ちょっと仕事あるから、その方、うん、ね、空いてる時に、うん、空いた時間に行ってるいう感じやけどね。一歩の仕事に向き合う姿勢みたいなのがね。そう。はいはい。またなんかそれこそね、あ、よかったからまた呼ぶか、みたいな気持ちでやってたらね、うん、やっぱ繋がるわね。だから仕事丁寧になってるのちゃうかな。うん、だから、これはね、後々、こいつ無駄にならんと思うね。これ今めちゃくちゃ大事な時期で。大事。これ ね、僕、結婚式の司会で思い出したから、森脇健児、あいつがちょっと悩んでる時期やってね、はい、師匠一緒にご飯食べませんかって、つながりあったんですね、まあ、森脇は毎日放送の番組で昼間レギュラーやってたから、はい、でそれ僕レギュラーで行ってたで、うん、まあ、ちょっといろいろ森脇ところのお父さんに服もらったりしたこともあるので、あ、服屋さんや、ね、うん、森脇さんのお父さん、アパレルメーカー、あ、そうなんですか、結構天馬橋の方で結構な真ん中の、
お父さんおったらなんか貫禄のあるね、あの二谷秀明さん風のね、なんか渋い感じの、あ、そう、おしゃれな、僕緊張して、あの服もらえるって聞いてたから、ありがとうございます、ありがとうございますアパレルとアバレルで、そう、アバレル君ね、アバレルの利用やから、はい、ジャケット何着かもらって、ほいほい、ほんでその、まあ、いろいろ盛り上げて喋ってて、はい、で、まあ、あいつそれこそガーッと、うん、夕方の番組やってる時やったわね、はい、でまあちょっとまあ、調子スランプに入って、で、ね、まあ、本人から、うん、師匠、久しぶりはいませんかっていうので、ほんで会おうかって言って、うん、南の方で知り合いの店やるってね、はい、自分でまあ予約したらええねん、はい、まあ、結構のお値段する店でね、まあ、俺払うがな、はい、ほんだね、これな、そうかな、ほんだら、まあ、結構数万円する感じだったよ、はいはい、まあ、ええねんけどね、はい、その時に、まあ、増田に、あ、増田じゃないしね、森脇がね、はい、なんか周りのもんから走るだけやないかって言われたと。何や、あの、芸人やのね、喋らんと走って、何やねんて、うん、聖火ランナーかなんかで選ばれよってんよ。ああ、はいはい。オリンピックの。オリンピックね、2回やってますよ。うん、長野オリンピックと。1回目の時。東京の。あ、その前の冬のオリンピック ね。それ前の芸人から、はい、芸人が走ってんですね、やり、喋、うん、ること応援会言われた時に僕は、何度もええから芸人で目立ってええねんで、と。うん、な。あの、それは一つの特性やな、はい、お前特徴やし、はい、それは、うん、あの、長所やから、うん、それはな、あの、ええことやと。言うてるやつな、うん、悔しかったら聖火ランナーになったらええねんたら、うん、それがあいつも嬉しかったのね、うん、それ言われて僕心強くなりました。うん、あ、それはね、僕も聞いたことあります。時々ラジオで、ね、多分おっしゃってます。あ、そう。はい。んで、その時に、僕地味やけど、今結婚式の司会とか、そういうちょっとした司会行ってますねからね、うん、あの、そういうやつね、地味やけどね、あの、その最初に、もっぺん今から基礎やるつもりでね、うん、やった方がええでって僕言ったんですよ。これはね、技術じゃなしにね、うん、メンタルの基礎ができると思うね、僕は。はい、なかなかね、メンタルのもんで芸人難しいのよ、はい。だから森脇さんもだからね、仕事がまあ減って、時間があるから昔やってた陸上、走ってたらその走るのがきっかけで仕事がどん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 増えてるわけですもんね。そう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 。そういうほなら渡辺君にとっては今そういうすごく大事な時期で頑張ってるんだ。今、だから僕メンタルやもんね。あの、今の芸人さんね、意外とね、その技術的なもんとかね、理屈は覚えてんのよ、うん。やっぱり芸人ってね、芸人というメンタルない、僕言いたいの、はい。ハート。これがね、魂。うん、あの、増田は根性座ってると思うね。やっぱり芸人、やっぱり芸人と呼ばれるメンタル持ってほしいのよ。はい。なんかね、あの、優勝したとか、そればっかりじゃないのよ。うん。なんかわかる？ほな、今レギュラー何本ですとか、いいのいいけどね。やっぱり、あってもなかったも、うん、そこのメンタルの分、ほんな、なくなったら弱いんかってなるや。そんな芸人がちょっと正直やし増えてるのは事実なんや。で、さっき、頭の5月病院もね、サラリーマンの人もね、ちょっとね、会社員になるようにはお給料もらうねんからね、うん、そのメンタルの分分かってほしいよね。ただではお給料くれんやん。なるほど、最初はね、そんなに仕事できなくても、会社はお金くれるわけですからね。それをなんかね、なんか思ってたんと、よく聞くのがね、誰が自分、その本人に合わす、はい、僕の思ってた会社と違いました、私の想像した会社じゃなかったというので、こんなこと言い出したら聞いないのに、なんで、お給料欲しいと。だから、あの、自分の中でね、その体感してね、やっぱ働くということはこういうことやのね、分からなあかんわね。それが世の中やもん。なるほど。で、芸人もね、僕はある意味で森脇に関してはね、仕事なくなってよかった思ってんね、僕は。本人もおっしゃってますよね。やっぱりゼロになってからスタートやと。この世界はみたいなね。で、僕、下降りにも同じこと言うたらね、レギュラー減ったみたいなこと、まあ、まあでも仕事してるけどね、芸人は仕事減ってからがおもろなんねんでって僕言ったんですよ。ああ、なるほど、なるほど。じゃあこれからの方の渡部君にも注目ですね。注目やね。なるほど。さあ、そしてそんな中、はい、ねえ、大阪の吉本さんからも東京にどんどん行きますやんか、これ。ねえ、若ちゃん。はい、そうですね。大阪の若手劇場、ね、吉本漫才劇場から6組の、これさっき彼らに言いたいのはね、行くのはええねんけどね、さっき言った、まずメンタルをつけてから行ってほしいのよ。なんかね、別に、まあ、松竹の方も行くけどね、なんか、一発ね、あの、金山相手ゴールドラッシュみたいにね、一発当てたろかみたいなね、これはちょっと芸人でね、ちょっと考え方が僕違うと思うのよ。でもそういうチャンスはね、東京にはいっぱいあるから。その芸人で、まあ、一発で終わんのかって僕言うのよ。やっぱ味のある芸人ならも、やっぱりそれこそ、いろいろやってきて、まあ、さっき言ったみたいな経験も踏んで、ほんならそれで笑いの中で味で伝わんのよ。なんかたまたま振ったバットにボールが当たってスタンド入ったみたいなね、ゲーしたらあかんでって言ってる。だから、この東京行く組ね、学天則も行きます、今回。これ、漫才劇場組やないけど。ほんだね、なんか向こう行ったら活路があるやろ、受けてるね。ほんだ向こう行って挫折してるもん、現におんねんよ。たまたまテレビ出てるのは、まあ東京行ってるから、まさくんわかるもんけどね、いいのだけがブラウンカーで見てますけどね、中にはもう辞めてるもん見てますし、会社とも連絡取れんもん見てます。ほんだなんか、ひょっとしたら、ああいうのに一発自分も行くに違うかなっていうね、これ、さっき言ったメンタルなんよ。これも逆に言うたら、それだけ大阪に魅力的なものがない、魅力的なチャンスがないから東京に行っちゃってる見方はどうなんですか？
僕はこれ時代の流れでね、あの時代が違うじゃそれまでだけどね、僕らはね、大阪でいてながら、うん、あの東京来てくれてね、僕東京仕事、月金東京でいてました。うん、はい。で、その時にまあ、笑い飯の哲夫君と喋った時ね、うん、まあ会社のもんからね、交通費の問題があると。うん、で、M1 優勝した後ですよ。はい。で、東京で住んだらね、交通費出さんでええねんと、うん。で、ギャラもね、そんな最初から出せんと。で、東京でマンション借りろって、東京で借り、うん、マンション10万で借りたんですよ。うん、だそんな仕事もほどなかったと。うん、で、僕、新大阪で会い、東京で会い、おった時、おう、なんや、鉄道鉄道言うたら、風呂だけ、あ、彼綺麗好きなんよ、うん。風呂だけ洗いって、部屋だけ掃除に行ってると。うん、一緒もう、や、ま、マンション解約しますと。うん、やめますと、うん。もうやっぱ大阪で頑張れますと。ほな、結局ね、東京でそういうとこあんのよ。なんか、結局今度、そういう生き方で行ったらね、うん、ちょっと大阪に対して強気になるよんのよ。使ってほしいんかみたいな感じになるのよ。来てくれじゃなしにね、東京来たんかと、お願いしますいうのでね、なんか向こうが上なんよね。別に、ね、僕、昨日はあのカラー、僕ちょっと YouTube 始めてんのよね。鈴木哲夫いう方と。ああ、哲夫さんとジャーナリストのね。大阪の森くんチャンネルで。ほんだらね、うん、あの、大阪はね、僕は永遠なる2番目でええねんよ。はい、大阪、東京なんかなるの、状態無理なんよ。それは事実、皇居もあるし、国会議事堂もあるし、首都やし、うん、大阪はね、永遠なる2番手の1番なんよ。でも笑いに関しては、特に漫才に関しては、首都は大阪であってほしいと思いますよね、師匠。まあね、せやとね、大阪の人って怖いよねって東京言うはね、僕その言葉好きなんよ。大阪のしたたかさ、大阪の人間にしたたかさがなくなってきたんや。僕ら、ちょうど横田さんいうプロデューサーが東京行った時ね、はい、のりちゃんダメだよ、そんな出稼ぎ根性みたいな根性で来たら、言ったら。ほんで僕らはその時ね、何言うとね、この一週間ね、大暴れして帰ったら、言って。めちゃくちゃくだらい人、言って。で、最後のその金曜日の間帰る時ね、今回の一週間の出張も、ようやったったな、暴れまくったったな、思って、やったのが僕らってよ。今の人はね、ちょっと僕弱気で言ってんのちゃうか、迎合したのちゃうかって言って。大阪の人間ってほんで行ったら、あ、お願いします、お願いしますって言うの僕も。ほんで本番になったら暴れるわけよ、僕は。この男ね、リハーサルおとなしく本番何するか分かんないから、うん、僕はそうやってよ。はい。ねまあ、それこそ、その時にさっきのお金の理論戻るけど、うん、いつ下ろされてもいいだけの金は確保しとかなあかんと。はい。最低2年3年固定給分の確保しとかなあかんつもりで、野球で言う貯金やね。うん。5割になるまでの分の貯金は蓄え持って暴れたろう思ってやっててんよ。はい、でもそういう師匠方、のりお師匠とか他の師匠方が、そういう東京に行って、大阪の芸人たちが行きやすい道ができてるんじゃないんですか。だから、師匠たちが耕してくれた道なわけですよ。ただね、生き方がね、あまりにもね、なんかちょっと大阪自身を下げてるような感じするんだよね、僕。東京へ行きますというのはね、なんか言い方おかしいのよ。なるほど。それ嫌なんよ。師匠、お時間です。何が。いや、これ以上喋ったら、ほんだらね、東京。これ以上喋ったら駐車場代もらえます。すいません。はい。ほんなもうよ。ほんなまた来週。スーッと言い合いましたけども。はい、今日もね、いい話聞かせていただきました。素敵なお話。魂ソウルの話聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来月もご登場いただきますので、はい、また来月もよろしくお願いします。さんまちゃんも結構、なかなか、しっかりしてるよ。みんなそうですって。そうやって、それでええねや。そうです、それでええねや。はい。そうです。今週はお笑いハンター西川のりおさんにご登場いただきました。ありがとうございました。来週のこのお時間はお色気ハンター笑福亭鶴光さんがご登場いたします。この人東京住んでんねよ。月金そうですよ。夕方の日本放送のラジオ。そうですよ。来週は鶴光氏と大阪の方来られるみたいなんでスタジオに来てくれるんですよ。東京の大阪人。うん。こういうことが好きや。鶴光師匠も普段はあんまり下ネタ言わなくておしゃれな師匠なんですよ。そうそうそう。そうなんですよ。そういった本もね、ご出版されてされましたから、ね、お話も含めて。2週間やな。見てるま、はい、見てま、言うてね。鶴光やってま、言うて。はい。はい。過去のお色気テレビ番組、ラジオ番組、また昨今のお色気番組について熱く語っていただく予定となっております。テーマはそうですね。お色気番組です。はい。はい、皆様からもぜひたくさんのお声をお寄せください。今週のハンターでした。はい。ありがとうございました。ノリノリ天国でした。お笑いハンター西川のりおさんがスタジオを去って行かれました。はい。はい、静かですね。なんか今日は、はい、ね。ええー、もうニュースにも触れていただけましたし。そうですね。ニュース行けば2個ぐらい行けましたもんね。そう。初めてちゃいます。初めてです。いつも 0.5 個ぐらいでしたから大事なことをお伝えできずに ね終わってしまうこともあったんですけれども、はい、ツイッターでも反応いただいていて、ゆちさん、のりお師匠破天荒キャラやのに駐車場代にこだわるの面白すぎやわ入念に駐車場代をチェックされてるねですって、ね、いやわかるもん、まあ、なんでこんな高いのって思う時あるけどね、は
確かに。1時間600円は結構普通やな、思いながら聞いてましたけどね。だったらおや、ね、都心でお安い方じゃないですか。街中やったらね。街中だったら1時間600円。まあ、ただ1本超えて1200円なんのはさすがにちょっと嫌やなって思うよな。散髪代せっかくちょっとね、気にしてるのに、そこに乗っかってきちゃいますもんね。だからって無駄な話しないともろいな。あんだけ無駄な話が好きな人が、駐車場代気になって無駄な話をしない。無駄な話好きって言うたんだ。言うたんだって。失礼やわ。そんなことないですよ。無駄な話じゃないです。一つもないです。ためになる。ためになる。そう。無駄な話かどうかは聞き手による。聞き手の次第や。皆さん、だから、はやちゃんのおばさんという方もツイッターで、今日めっちゃいい話やんと。あ、そんなところもありましたね。皆さんで探してください。いや、なんでいっぱいあったじゃないですか。いっぱいありましたよ。皆さんで努力していいところを探してください。なんかね、こう、派手さとかお金持ってるっていうのをこう、ドーンと見せつけないっていう。ことこそがおしゃれだっていうね、お話とか。師匠のね、いろんな無駄な話の中にもすごく大事な話入ってますよ。はい。それを見つけてください。だから無駄な話。無駄な話多い。何回言うの？何回無駄な話？ほらもう情報解禁前の話もそうしね。ほらもう。何の話かな、ね、またちょっと来月もね、月末あたりにご紹介、あとお登場いただきますので。そうです、皆さん、はい。楽しみにお待ちいただきたい。もう原石を、ね、話の原石を。すごい。のりお。探してください。のりお師匠のということ、鶴子師匠ですからね。ねえ。すごいラジオ来週も多分ね、上っ面だけ聞いてるともうエロい話ばかりになると思うんですけれども、はい、その中に潜んでますからね。お、めちゃくちゃいい話が、大事なことが、大事な哲学があります。ね、うん、のりおさんもある意味哲学ですよ。お、ね、鉄ですから。もう今日はもうそこにつきます。じゃりんこ知恵からの、ね、はい、今週と来週は皆さんの努力で努力で素敵な番組にしてください。そんなことはない。はい、もうお話だけでちゃんと素敵な番組です。はい、はい。